京ドームです。読売ジャイアンツ対広島東洋館、このゲームの模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は左のメルセデス、対するカープの先発は左のジョンソン、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。ジャイアンツピッチャーを交代します。メルセデス降板、マウンド上は田畑。最終回1点差でマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。第2球投げました。あっと引っ掛けた。三塁線抜けた。相澤ナイスバッティングです。リプレイをご覧ください。ピンチヒッターはメヒアに代わりまして、第9、一塁ランナー出た。キャッチャー二塁へ送球。盗塁を許します。ランナーを詰められてしまいました。先ほどのプレーです。ジャイアンツ外野は浅めの守備を取ります。ストライク、これで追い込みました。第3球もう第4球を投げた。空振り三振、バットアウト。左バッターボックスは8番小園、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げた。2球目空振り、少し迷ったか。第3球を投げた。3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。打ちました。二塁ランナー三塁へ、ファール。第5球投げた。打ちました。二塁ランナー三塁へ向かう、ファールボール。さあ6球目、外角低め、見逃し三振。第1球投げた、ストライク。第2球投げました。インコース低め、ストライク。これで追い込みました。投げました。1球外した、ボール。第4球を投げました。スローカーブ、空振り三振。3者連続三振になりました。さあリプレイです。ジャイアンツこの回ノーアウト2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。9回の表が終わって1対0。ジョンソン見事な完封勝利。ジャイアンツ1点差に届かず敗れました。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めたジョンソン。本当に今日は大活躍でした。